一番好きな花第2話は面白かったですね。第1話は心えぐられすぎて面白いと素直に言えませんでしたが、第2話は面白かったです。声ガラガラですいません。まだ喉全然治ってないです。まずはじめに言いたいのは相良大輝、最悪な男です。友達でもないのにアパートに来るの怖すぎます。あと、もみじが彼氏って言った後、もっと自分を大事にした方がいいよっていうの意味がわかりません。さらにその後、この子顔がいいだけだよってお前何様だよ。振られたからってそれ、かっこ悪すぎます。次に気になったのは、もみじやっぱりちょっと変です。人んちなのに勝手に行方を呼ぶな。人んちの椅子を勝手に行方の席にするな。結構それ、自分勝手です。次に気になったのが、二人っきりが苦手と言いながら、帰るとき二人っきりになって帰っていきました。二人っきりが嫌いなら全員で片付けて四人それぞれ帰っていけばいいのになぁと思ったのですが、二人っきりだけど四人というのにつなげるためにああいう帰り方にしたんですね。あれはうまいです。次に気になったのが、このドラマって笑わせに来てますか？もみじの名前のすれ違いだったり、椿の結婚式とかだったり、なんかこのドラマすれ違いの笑いを多用している気がします。でもその割に BGM が感傷的なんですよ。だから笑わせに来てるのか何なのか判断がつきません。笑わせに来てるのであれば松下洸平さんのは笑えます。でも他3人の演技はどっちつかずです。その笑いは本質じゃないのでどっちでもいいのですが、なんかちょっと気になりました。ドラマの内容を話しながら自分語りもしたかったのですが、声が限界です。声が治ったら来週までにもう一本動画上げたいと思います。ということで来週も楽しみですね。ここまで見てくださった方は高評価よろしくお願いします。また一番好きな花の動画あげますので、気になる方はチャンネル登録してくれると嬉しいです。LINE で友達になることで LINE Pay 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 で投げ銭していただけます。YouTube 活動を続けたいので投げ銭で応援してくれると嬉しいです。特別な見返りもないですが、投げ銭してくださった方の SNS はフォローします。そしていいねやたまにコメント残します。ゆっくりご検討ください。この動画はんごみっくがお送りいたしました。最後まで見ていただきありがとうございます。これからお仕事の方は行ってらっしゃい、休憩中の方は無理せずお過ごしください、お休み前の方は今日も一日お疲れ様でした。おやすみなさい。